はい皆さん毎度毎度 40g だけ残ってるカラー剤の山見るとうんざりしますよねはいリンクス先生毎度毎度ね最近はもう1人 80g 使い切れますねその分お金取ればいいだけのこと。 これねあのまあ腐るもんじゃないけどたまにさ酸化してさ中がさ色変わってないよね本来中の実の容器ってさ白いのにさなんか薄茶色にさ酸化しちゃってるっつうのごくまでにあるんだよねこれロリアルだけかななんかの都合で色変わっちゃってんだよね中がねうーん閉め蓋の閉め方が悪かったわけでもねえのにあのケチな先生ね細かい先生だとねもう最小限しかあの絞って使わないっていうの この毛の量だったら 12g で過酸、えー、化水素12で24っていいじゃないのみたいにねそうやってるとねどん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 ね白髪染め系の毛染めは大体あのなくなっちゃうけどねおしゃれ染め系の薬ねこれやっぱりもうちょっと悩んだら多めに出しちゃって。 まあ自分もいろんな毛染めの塗り方やってきたけどね毛染め最小限にして塗るっつうのを少なく塗れば少なく塗るほどねまあ経費節約になるからいいんじゃねえかなって思ってねで少なく塗るにはねやっぱり刷毛も繊細な刷毛、薄いねあのリタッチ用の刷毛じゃないと薄くケチケチ塗れないんだよねそれねこだわってやってるとね人がねバカ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 塗ってるのがねあのバカに見えんでね何無駄にお前ら塗ってんのみたいにね。 それこそそね、そんな刷毛使うからねダバダバ塗っちまうんだよこのねリタチ用のあけ使えよみたいにちょっと繊細に塗れるでなんてやってねで結局今はそのはけも使ってないもうめんどくさい <laughs> ある程度ガバガバ塗って指で揉み込むっていうのだけどあの指で揉み込むっていうか指でマッサージするみたいに塗ると指と地肌の隙間っていうのはあるわけじゃないだからあるる程度薄塗りになるよね。 ハケで置くだけの方が、しゃんでモルタルも塗るみてえにさ、もったりにさ、塗れるけど、指であの塗るとやっぱり薄塗りになっちゃうんでね、指で揉み込むとね。だけど、一旦指で揉み込むのを覚えると、なんかモンドがねえと、なんかムラになりそうでね、怖い気がする。<laughs> はい、お疲れ様でした。